ベンツは悪くない。ベンツは悪くないにしましょう <laughs>。いやベンツ悪くないですね何もね。ベンツ何も悪くないんですけどね。僕ベンツが憎いんですよね <laughs>。あの逆境開示でなんか2シリーズ目かなイジがねあのベンツのねあのベンツに乗ってる人の、うん、車を傷つけたりとかベンツの,あのエンブレムをね取ってね盗んでるっていう。 ところが始まるやつが確かあっったんですすけどめちちゃ気持ち分かります、まあ、やったことはないですけど気持ちは分かるとクソみたいな金持ちがみたいなねそうただからもう、まあ、まあ僕の家はね貧乏でずっと軽自動車だったんでこ,のこうぐるぐる回す今昔ですからね、まあ、今パワーウィンドウとか当たり前かもしれないですけどこのぐる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 回してね窓を開けるっていう軽自動車でしたから なんかね普通乗用車だったりとかねあとこのキーレスで扉がこうカチャってこの開くみたいなすごいなみたいなね羨ましいなみたいなねうんだからまあ逆に言うとそのその街中でねいろんな車が走っててうちはこれだけっていうねで母ちゃんによく言われたのがうちはうち人は人ですよねんこれ何千回言われたか分かんないですね ううちち、家は家人は人人と多分ねこれ結構言われてる人いいんじゃないですかね前なんかお客さんでもそう言われたことありますみたいなねうちはうち人は人っていうねうちはこうなのと人は人とうんそうだねと <laughs> だけどやっぱりねまあ道路は歩くじゃないですかそしたら違う車走ってるわけですよいいなと思いますよね <laughs> まあミニオンク事件ですよ 僕はミニ四駆ドイくんのミニ四駆盗んでね、まあ、あの、買えないわけですよ、ミニ四駆もね、羨ましいな、みたいなね、盗んでね、めちゃめちゃバレて怒られてね、土下座しに行井くんですけどドイね、ドイくん何やってたのう多分小2か小3だったと思うんですけど、もう、あの、ボロクソ怒られてね、まあ、ばれますよね。遊びに行って亡くなって、僕しかいないんだからさ、だから。 だから、ね、まあ僕の場合は久保さんとちょっと違うところがやっぱね嫉妬の塊でしたね嫉妬と憎しみとクソみたいなねうんでもそれがあったからお金持ちになりたいな社長になりたいなと思ったのはそれがなかったら多分僕そう思ってないので多分人と違うのはやっぱね圧倒的なそのなんだろうなそういうのがあったからですねだから生まれた瞬間はある程度裕福に育って お金にも困らず、まあ、ちゃんと勉強してみたいな感じだったら多分こんな生活送ってないんでまあどっちの人生が良かったのかわ分かんないですよそれは分かんないですけどまあ今の人生を僕を客観的に見ると今の人生最高なので誰にも縛られなく自由に生きてるんでうんまあほの人生もあったかもしれないですけどね普通にサラリーマンとして働いてみたいな。だからちょっっっとやっぱね僕変わってたんで うん、やっぱ中学校の時もねそのクラブアイですよねあの白崎仁さん時代ですよね月収1,000万みたいなわあホストすごいなみたいなホストに憧れてた時ありましたからね本当にホストすげえなーみたいな夢ある仕事だなっていう夢見せてくれてあんな夢の塊じゃないですか、まあ、貧,乏貧乏人から言えばねだ札束1,000万給料ですみたいなやってましたからすごいなみたいなねうん ま久保さんはねまあなかったっていうことなんですけど僕はもうありまくりましたからねもうベンツが憎くてしゃあない今,今はねそうは思わないですけど昔の名残でねいまだにベンツあんま好きじゃないですよね <laughs> まベンツ悪くないですよ全然ベンツ悪くないですけどなんだろうななんかムカつくんですよねいまだにいまだにムカつく今,今はムカつかないか何かねしなんか男ってダメだな <laughs> なんかね 忘れられらないですよね昔の女性のことを忘れられないとかなんか男ってまあ女性って結構サバサバしてるとかあると思うんですけど男ってなんかなんだろうな何かねちっこいですねダメですね、うん、まあベンツは悪くないです、まあ、昔に比べると今は本当にね何も思わなかったですしただね親にね車プレゼントする時にベンツ買うか BM 買うか悩んだんですけど BM にしましたね <laughs> いやなんかベンツやっぱ分かりやすいじゃないですかめちゃくちゃ分かりやすいですよね誰が見てもなんかベンツなんかなんかってあるじゃないですかだからうちの親父に最後親父がベンツ乗るって多分絶対ないんですよねベンツ親父がベンツ乗るみたいなだからこれベンツいいんじゃないかなと思ったんですけどなんか僕がね気が乗らなかったっすねベンツは <laughs> ベンツ全然悪くないですよだけど BM の。BM はねなんかねやっぱねベンツはね王者ベンツーみたいなあのやっぱ冠みたいなねロゴがでかいんですよやたら強調してるんですよねベンツーで BM はちょっとさりげなく BM のの丸いちっちゃいのがこうポンってあるんだなんでうんなんか僕好きなんですよねあのさ、さりげないというかあんま強調してないんですよねベンツーみたいなねベン <laughs> ツーみたいなそううん だからまあなんだろうなまあしょうがないと思いますよまあ、久保さんはちょっと特殊なんであれですけどまあ、僕普通じゃないですかムカつきませんまム、あ、カつくと思うんですよねふざけんなみたいなねだって自分がね全然貧乏でだからもうこれもね結構ネタにしてずっと言ってるんですけど大学生の時ねあの後輩がセルシオを乗ってきたわけですよでどうしたのみたいな。 いや親に買ってもらいましたみたいないくらだったの200万ですふざけんなよみたいな親のすねかじりやがってみたいなねめちゃめちゃ腹の中でね僕原付きですよね7万とか8万で友達から安く仕入れたやつずっと乗ってたんですよ玄茶ねで後輩ね200万のセルシオですよ僕原茶で来ないんですよね <laughs> ふざけんなよみたいなね何なんだこの,価格この格差社会みたいなね いやあれもね一生忘れないですねあのセルシオ事件後輩がセルシオを乗りつけてきた事件い <laughs> まあ、未だに映像残ってますからね、ま、前田君前田君ですよ前田お前田どうしたのみたいな、ね、親に買ってもらいましたみたいなねいやー世の中っつうのはねこれ何なんだみたいなねしかもあのね大学の時その自動販売機でジュースも買えないわけですよ ね、後輩バカバカ休憩中自動販売機でジュース買うしねもうたかってましたからねあの後輩がね自動販売機行くじゃないですかもうついていくわけですよこうやってあもう出てくるじゃないですかよしみたいなあどうぞみたいなもう,もうなんか教育されててあどうぞみたいな中川君ですね中川君はねかもれましたねあ吉田先輩どうぞみたいなあはいこうキャップまでこうキャップまで開けて。 中川くんねどうぞみたいな中川くん面白かったですねいやでもたかってましたねもう最低な先輩でしたねマジで最低でしたね <laughs> まあでもね本当ねお金稼いだ方がいいですよだから与沢さんがなんか金に魂僕は売りましたみたいに言ってま,すけど言ってましたけど金に魂売るまでは別にしなくてもいいですけど 日々お金のことはね考えた方がいいと思います。だって必要なんだから。僕常にやっぱね考えてますね。僕は常に。お金に関しては。生きる上で必要なので。何するにしてもやっぱ金はかかるわけですから。うーん。それはなんかね、なんか当たり前ですよね。 なんかその例えば自営業まあこれサラリーマンの人とやっぱやっぱ違うと思うんですよ。サラリーマンの自営業のの人ででねねお店のことと時間考えるかかか当たり前じゃないですすど,どうすか、ね、自分できお店ねカフェをじゃあなんか運転資金何百万貯めてよしおしゃれなカフェだよっしゃ頑張るぞって言ってカフェを例えばオープンカフェのお店ね23,000万とかかけてねすげえおしゃれなお店オープンしたとするじゃないですか。 24時間365日そのお店のことを考えるでしょえ、どうすかそれ普通じゃないですか普通ですよね。<laughs> どうやったらお客さん来るかなとか、どうやったらなんかバズるかなとか、なんかいろいろ考えると思うんですよね。やっぱサラリーマンの場合は多分24時間会社のこと考えないですよね。オフだみたいな。よし、仕事終わりだみたいなね。オフだみたいな。やっ,ぱやっぱちょっと違いますよね、ここは。だからお金の、僕はすいません。 別にサラリーマンの方はね、別に考えなくてもいいと思うんですけど、あの給料入りますから、別に考えなくても会社行っとけば給料入るじゃないですか。うん。でもし、それがね、不安であるならば考えた方がいいと思いますよ。まあ、年金問題どうするのかとか、退職金出るのかとか、リストラされたらどうすんのかとか、それはまあ、ご自身にお任せしますけど、別に公務員の人は考えなくていいんじゃないですかね。うん 僕はもう365日1日たりともお金のことを考えないってことはないですね常に売り上げどうしてどうやって出そうかなとかどうやって商品出そうかなとか、うん、久保さんも今商品を売ることはな,かな,くたなくなったけれども、うん、お金を運用してるのでこの運用をどうやって運用していこうかを考えてるはずですよ間違いなくうんまあ365日考えてるかっていうとそこまでねまあ放置プレイで入ってくるやつもあると思うんで そこまで考えてないかもしれないですけど多分ね考えてるはずですね間違いなくサラリーマンの人によると考えてますよね <laughs> うんやっぱねお金お金億万長者菓子はお金のテーマなんでお金の話とやれっていう話をするんですけどこれは僕,僕は考えた方がいいと思いますねなぜならば必要なんでうん逆にその サラリーマンで働いていてじゃあリストラになった時どうするんですかみたいな給料下がった時どうするんですかそっから考えるんですかみたいないやそっから考えてもいいけどご就職様ですみたいなだって5060になってどうしよう言うてたらもうご就職様じゃないですか結論結構きつないですか就職再就職も結構きついと思いますよまあ選ばなければねいけると思いますけどまあ高速道路走ってたらね もうほとんど年配の人ですよ、あの棒振ってんの。まあ、いもう突っ込んできたら死にますよね。だからまあ、給料ちょっとは高いと思うんですけど、あれはね、高速道路の、あの、道路整備は。やりますかすいません、久保さんやりたいですかまあ、その仕事やってる人には申し訳ないですけど、多分やりたくてやってんのかなって、まあ、聞いたこと、インタビューしたことないんで分かんないですけど、多分選択ないと思うんですよね、そこしか。 やりたいっすかね高速道路でねブン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 走ってるじゃないですか夜中ねトラックとかバンバン走ってるわけですよで交通整理してんですよもう一撃で死にますよあんなの突っ込まれたらねあの夏なんかクソ暑いですからねで冬の夜なんかクソ寒いし久保さんやりたいですか今この年で多分やりたいとは思わないと思うんですよね多分やってる人もやりたいと思ってやってんのかなって僕いつも思うんですけどめちゃめちゃこの仕事好きですみたいな いいいなななんんじゃないかなと思うんですよね。多分選択がないんですよ多分ショックのなんかそれしかないっていう単純にだとこれは僕のはあくまでも見解ですよまあ大好きでねその仕事をいやいろんな仕事あるけれども俺はこの仕事をね交通整理めっちゃ楽しいから選んでんねんっていう人も中にはいるかもしれないですけどうんまあ多分8割9割は選択して選んでないんじゃないですかねうん 考えいいた方が良くないですか今,今のうちに準備しといた方がよくないですか。まあそのね人生何あるか分かんないんでやっておいた方がいいと思いますよね。ネットからの収入あった方がいいだろうし自分でビジネスできた方ができないよりかはできた方がいいだろうし、うん、今はよくても未来は分かんないですからね少なくとも自分でお金を稼げるっていうスキル集客ができるっていうスキルだったり商品を作って売れるっていうスキルは。 なくててあって困るものではないいと思いますすよ自分でお金を稼げるスキルで,すよ、ね、でも給料をもらうっていうものだと就職できなかったら給料もらえないんですからねお金稼ぐいうても就職でき給料をもらうというか、うん、この稼ぎ方というかもらい方だったらそもそも就職できなかったら終わりですからねうんだキャッシュの出ど出所が会社ですから。 会社から振り込まれるでしょでも自分でダイレクトでお客さんからお金もらえるっていうのはこれあれですからね何の関係も直通なんでうんどこもいらないですよどこにも属してなくても生きていけるのでそう絶対自分で稼げるスキルはあった方がいいと思うんですけどねちょっとだいぶ長くなってますけどね久保さんね、うん まあ、ベンツは悪くないです誰が悪いんでしょうかねいってらっしゃい